まずホームの長崎のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは富澤、そしてディフェンダー4枚左、自身リーグ初スタメンです、加藤聖、江川、新座と舞熊、ボランチに加藤勝、カイオセザール、左に澤田、右ウェリントンハット、ツートップはエジガルジュニオと徳良です。一方アウェー松本のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは村山、ディフェンダーは3枚、星、野々村、大野、ボランチに前、そして中盤左から富山、河合、鈴木、表原、横山と豊島が今日は2トップを組みます。ここもプレッシャーが早い松本、ただ増やしながら長崎、エジガルジュニオ、一旦海洋です。逆に長崎としては今みたいにこの松本が前から来ることによって裏のスペースと徳良選手のところ空いてきますので、あそこをうまく使いたいところですね。ウェリントンハット、左足のシュート、ここはよく止めました。村山乗ってます。落ち着いてましたね、村山選手。河合、豊島を収める、前がシンプルに跳ねてきます。今鈴木選手ですかね、ダイレクトで斜めの縦パス入れましたけどね。ニア横山、中央豊島、ファーに表原がいますが、縦使って低いクロス、シュートにも似たシーンでした。今河合選手、今クロスだったと思うんですけどね、はい、コーナーキックのチャンス、キッカーは前、巻いてくるボールです。長身の選手はファーの内に陣取っていますが、星、野々村、ファーです。ミドルシュートを打っていきますが、ここは逸れていきました。富山のシュートです。またサイドを変えます。右サイド、マイクマ、ニア、トクラ、収めて、ここはそうは見せません、ね、野々村の対応です。トクラ左に変えて澤田、オーバーラップしている加藤聖を使って、ふわりと浮かせたクロス、トクラのヘディングシュート、長崎先制。トクラは加入後2ゴール目、そして加藤聖がアシストです。そうですね、今非常にいいこうオーバーラップ見せた加藤選手ですけども、作りのところも非常に良かったですね。まあ、この時間帯まで、何度もオーバーラップしてた中で、使われることもなかった場面というのもあるんですけど、まあ、このボールっていうのが非常に質高かったですね。セットプレーのチャンスです。ロングボール入れていきますが、そこに人はいませんでした、うん、ただファンブルして星、表原、巻いてくるボール、よくかき出しました。カイオセザール、河合を収めて、富山は、まあ、中に星選手いるので上げても面白いですけどね。星ファーにいますが縦使う、テクニック見せて、こぼれたボールは長崎、エジガルジュニオ、ベリントンハットは面白い、縦行ってつながります。エジガルジュニオ、中には澤田がいますが、角のシュート、もし落ちてきてほしいジェスチャーもありましたが、一気にチャンスになるカウンター、トクラ、右ウェリントンハットいますが、自ら狙っていく、村山ナイスキーパー、いやー素晴らしいセーブでしたね。河合が前を向く、縦、ね、豊島、横山待っていますが、表原勝負したいですね。右スピードがあります。中見て豊島が動いてるんですが、前に預けて前残す、いいですよ、富山いいクロスがある、ニアのボールこぼれて、中表原も待っていますが、左足のシュートよく触りました。富澤ナイスキーパー、コーナーキックのチャンスです。一ついいシーン作りましたね、最後までシュート行きましたし、マイクマ運んで、ああいい縦狙っています。そのトクラにつながればオフサイドはありません。トクラここは打てない、打たせなかった王の対応です。オフサイドなかったですね、打ちたかったですね。そうですね、一つバウンドしてくるときに打てればというような、はい、大野もよく対応しました、セットプレーのチャンスです。坂野を狙ったボールはファーまで流れていく、星のシュートはミートしませんでした。
高野と見せかけてファーの星でした。素晴らしいボールでしたけどね。その高野は中央です。坂野のヘディングシュート、よく触りました富澤。中央のボール、大野のヘディングシュートは、よく触った、スーパーセーブです富澤。まあ、今のコースも良かったと思うんですけど、素晴らしい反応を見せましたね。いきますかね、自らバラ持っていく、左使って面白い大竹、中をちらりと見てふわりと浮かせたボール、イバルボの奥です。これはシュートまでは持っていけない。そしてここで試合終了のホイッスル。2021明治安田生命 J2 リーグ第18節ビファーレン長崎対松本山雅 FC の一戦は1対0で長崎が勝利、勝ち点3を手にしました。